魚町通り魚町通りの町並み魚町通りとは愛知県西尾市魚町を南北に通る西尾市の市道である。通り沿いには仏具店、五福店、氷具店、茶具店、陶器店、家電店などがある。南北に約200メートルの道路で中町通りに並行し、その東側に位置する。三河の小京都と呼ばれる西尾の城下町の一角をなし、 西尾街道や平坂街道などの地方を結ぶ大きな街道の合流点に位置するため、おのずと人の往来や物資の流通で栄えることとなった。魚町の地名が現れ始めたのは西尾藩藩主、本田俊治の頃とされている。魚町通りは、藩政時代に木内と武家屋敷を結ぶ、いわば廊下の役割を果たし、 武家屋敷から近いこともあって、武士の日用品を取り扱う店が軒を連ねた。魚町通りで日用の消費生活を支えていたので、ある。1928年10月の道路改修により、3.6メートルだった道路福員が7.2メートルに拡張された。特筆すべきは、この当時、愛知県下の軍部では唯一コンクリート舗装道路に改修されたことである。 魚町の市には多くの買い物客で溢れ、通りを埋め尽くした。商店街通りとしてかなりの賑わいを見せた魚町通りも戦時中の物資統制により決定的なダメージを受けた。また後のモータリゼーションも人々を商店街から遠ざける影響を与えたことは感化できない。現在、魚町通りを通行してみると一部に古い建造物や仏壇店。 五福店等の商店が見られるが、いくつか住宅に変容しており、商店街としての印象は、やや気迫化しつつある。ひっそりとした雰囲気に、旧家の町屋建築が連なった景観である。巡回町通り入り口付近の町屋の2階には、屋根神が祀られている。ありがとうございます。